来た。電波が悪くて全然つながらなかった。来ました。お疲れ様。クリスマスの背景になってる。新しいリップ買ったんですよ。今日つけるの忘れてたから今つける。結構いい感じ。いい色です。あら、電波が悪いですか。今は大丈夫？生誕祭申し込みました。ありがとう、ありがとう、嬉しい。今日の23時59分までなので、皆さんよろしくお願いします。申し込み今日までです。DMM 配信ではもちろん配信されるんですけど、私は会場に来てほしいです。皆さんには今なら絶対当たると思うから。あと推し活納めお仕事納めとしても、よかったら27日の花だれ公演来てください。お願いします。よろしくお願いします。今ならね、絶対って言っていいほど当たると思う。多分大丈夫だよ。絶対安心して、
来てほしいです。よろしくお願いします。分かってるんだよ、年末って忙しいっていうのは私も分かってるんだよ。分かってるし、広島が遠いっていうことも東京に移動するから分かってるんですけど、本当に年に1回しかないから、年に1回しかないから来てほしいなって思ってます。よろしくお願いします。いや絶対落選しないと思う。なんか暗い、大丈夫です。飛行機や新幹線など安心して予約しましょう。大丈夫、絶対落選になることはないから。こんばんは。27日は小島ニアになります。なってくださいなってください。その日だけでも小島ニアになってください。よろしくお願いします。ギバントホールは2階がいい。あ、そうなんだ。2階で私見たことないからな。2階で公演見てみたいですね。こんばんは。申し込みました、よろしく。ありがとう。よっしゃやった、みんな来てね。ひいきする、来てくれた人たちみんなひいきする。マジで寒い、寒すぎる。寒すぎない？今日めっちゃ寒かった。こんばんは。めっちゃモコモコの服着ていった、ちょうどよかった。今年最後の公演が愛小路生誕祭。そうなんですよ、全体の公演で一番最後が私の生誕祭なんですよね。今年を締めくくる今年を締めくくるのが私になりました。こんばんは。T48 の小島愛子です。今日も寒いですね、お疲れ様です今日はちょっと撮影があったので髪の毛をこんな風にしています
ハーフアップ。なんでこうなってるのかはまたお楽しみにしていてください。なんかでも私ハーフアップ、高めのハーフアップ似合わないんだよね。なんか武士みたいになる、武士っていうかなんかボワってなるからね、あんまり好きじゃないんだよね自分のハーフアップ。でもポニーテールとかもなんか似合わん気がする。それは同意しかねる。まあでも自分にしか分かんないことだよね。あ、そうだね、あのヤンマグのグラビアが発表されましたね。あれはあの来年の1月から千穂さんを筆頭、千穂さんからスタートしますね。ヤンマガの、リコさんはリコチですね楽しみにしていてください。とりあえず申し込んだ。ありがとう、嬉しい嬉しい、ありがとう。グラビアはでもそんな、でも STU だからそんななんか水着バーンみたいな感じじゃないんじゃないかなと思うけどね。まあそこら辺はどうなんのかちょっと分かんないけど、はい、楽しみにしていてくださいふ申し込みました、ありがとう。もう申し込んでくれたみんなはもうね、みんなひいきします一人ずつのヤンマガのグラビアのやつは一人ずつ発表、あ、公開されていくんですよ。36人いるから、まあ一人ずつだったら結構時間かかるかもしれないけど、でもそれがあれなんじゃないかな、楽しみになってくるんじゃないかなと思います。それが楽しさになってくると思います。ヤンマガウェブの方で掲載されます。で、何年のさあ私はどんな感じで乗るのか楽しみにしていてください。でもなんかあれ一応さ、なんかポイント数でなんちゃらかんちゃらみたいななんかありましたよね。ポイントが高かった、レンタルポイントが高い順からヤンマガの
何かに乗れるとかなんとか書いちゃった気がする。上位12人順番は、多分あいうえお順なんじゃないかなとは思ってるけど、どうなんだてる。見えてますか？見えてないですか？あ、見えてるの？あ、見えてるんだ。そうなんだ。ちょっと私今モザイクかかってるかなと思ってちょっと油断してたんだけど、見えてた？混ざってる。Wi-Fi の調子が悪いかもしれない。
どうですか？どうですか？ダメ。ダメなんだ。今見えてる？やっほー。来た？なんか Wi-Fi 見たら全然3本なんかピーピーピーってちゃんとあったし、電波も悪くないから、なんか違うかもしれないけど、でもなんか戻った。発表されたんですか？元旦。簡単。27日に花だれ公演やって、1月1日に花だれ公演があるという 面白いスケジュールなんですけれども、みんな来れそう？ どう？もう広島に住むかな なんか
なんか今年さ、ちょっと忙しい年末年始になりそうなんですよね。皆さんにとっても、だからなんかちょっと大丈夫かなって心配してる。なんか私はね、全然ね、あのお正月あれなんですよ。もうね、あの家にいても暇って感じなので、全然お仕事があることはあれなんですけど、逆に皆さんがなんかさ、結構遠くから来てくださる方が多いからさ、しかも年末年始にすごいゆっくりする暇間もなく、みんなも忙し、もし来るんだったらすごく忙しくなっちゃうから、大丈夫かなって思って、だからなんかちょっと面白いスケジュールだよねって言ったんですけど、どうですか？どう？私はスケジュール決めてないからあれなんだけど。まあでも、まあ生誕祭はちょっとマストで来ていただくとして、まあ、あの元旦の方ももしよかったら私にすっごく会いたいなって思ってくださったら来てください。でもし、あの元旦とかそのお正月 の、 あの過ごし方がいろいろこうもう決まってるとかある人は、もうそれはあのあれです。うん、ちょっとあの私に会いに来たいなっていう方は来てください。お願いします、元旦は。そのところですね。こんばんは。広島にみんな広島に住もうかなとか言い始めてる。みんなそうですよね。でも関東の方で私ももっと公演とかしたいんだけどさ、大変だよねこっちに来るのもさ。けどそれでも来てくれて本当にありがとうって思う。本当に簡単じゃないよねこっちに来るまで。でもね、瀬戸内で活動してるから活動の場所がここだから、でもまあちょっとプラスに考えましょう。東京から来られる場合、広島に来られる場合はその分あの東京広島間での旅がすごく詳しくなるっていうことと、それからやっぱ推しに会えるっていう楽しさがその分4時間ぐらいあの味わえるっていう、はい、メリットがあります。プラスに考えて、で広島に行った時にもう誰よりも広島のことが詳しくなる。もう誰よりもその岡山に関して
詳しくなっちゃうとか、兵庫に関して詳しくなっちゃうとか、もう瀬戸内制覇、もう制覇制覇できるっていう、あのいい部分もあります。あとそのやっぱり人生経験詰める詰める、人生経験、なんか経験だよね、いろいろと。おっと、人生イージーモードですよ、イージーモード、イージーモード、ハードモードじゃないです、人生はイージーモードです。こんばんは、まあ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 、来年も楽しくやっていきましょう。これ今何分経ってるのかな、今何分、何分立てる、立てるの、40分、え、や、もう40分も経っとるん。そうなんや、意外と経っとった。なんか全然話してないな。今日電波悪すぎる。来年も健康に気をつけながら頑張っていきましょう。明日からまた私忙しくなる。なんかね、ちょっとまたね、病院に行こうと思ってるんだけど、ちょっと時間がないので、また東京とかの関東でのお仕事が終わったら、ちょっとまた病院に行こうと思っているところですね。はい、体調を気をつけて。ありがとう、大事に。それではちょっと今日はこの辺にしておきたいと思います。なんかね、まだまだね、ちょっとね、本調子ではないんだよね、正直なところ。だから本当になんか SNS とかメール関係とかちょっと頑張りたいんだけどね、ちょっと調子が悪くてね、ごめんね、本当に無理はしてないんだけど、
そうなの。うん、ありがとう。うんうん、ありがとね。じゃあランキング読みたいと思います。13位ズーミンさん、12位シュージさん、11位アオチさん、10位ヒゲメガネさん、9位ネタユリンさん、8位シンゴさん、7位ケンケンさん、6位クジマサさん、5位新一郎さん、4位カタカナのタカさん、3位ソリオさん、2位ピクリンさん、そして1位はガントチャートさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。多分私がなんかこういろいろとプライベートのことを言わない限り、マイコジは今何をしているんだって思ってるかもしれないけど、ちょっとあのなんかまあ言えること言えないこといろいろありまして言えないことをね、私も極力皆さんにお伝えしたいんですけど、ちょっとそれが難しい部分もあるので、あの温かくごめんなさい、見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ごめんなさい、本当に皆さんの優しさに甘えちゃってるんですけど、はい、ありがとうございます。じゃあこれで終わりたいと思います。じゃあねー。